こんにちは。おとついですね、衝撃的な出来事がありまして、駅のホームで電車待ってたんですけど、僕椅子に座ってたんですよ。そしたら、なんか足のこの辺がもぞもぞするなと思って、はっと見たんですけど、何もなくてですね、でもなんかこうもぞもぞしたから、なんとなくこう、触ったんですよ。そしたらなんとズボンの裾からですね、あれが出てきまして、あの頭文字 G の G というやつですね。あれのこんなでかいのがですね、僕のズボンの裾から出てきて、すごいスピードで逃げてきました。結構あの混んでたんですけど、他にも人いたんですけど、人結構いたので僕はあの大きい声出せなかったんですけど、結構あのちょっと小さい声でうおって言いましたけど、こんなことがあっていいんでしょうか。家に帰ってですね、なんとなくバイ菌がついているような気がしたので、このすねの部分にアルコールの液をこうプシュプシュプシュってスプレーしました。思わず、いやーびっくりしましたね。あんなことあるんですね。初めてです。まあ、ちゅうかもう二度と会いたくないですけど、そういう目に。皆さんもですね、足がもぞもぞしたら、もしかしたら入ってるかもしれません。まあ、すねでよかったですね。もっと奥まで来ちゃってたら、もう多分僕、ホームで大変ですよ。一人で小躍りしながら、どうしたんでしょうね。ズボンを脱ぐわけにもいかず、いや、良かったです。でも本当、スネーのこの辺で止まっててくれて。はい。それでですね、今日は、あるリズムパターンを作ったので、紹介したいと思います。これはですね、2小節で一回りのパターンで、2拍4拍にスネアが入ってますが、バスドラの練習です。ダブルと、あとあの、隙間に入る、右手のダウンアップ、このですね、あの隙間に入るパターン、一応全部で8パターンを想定してですね、それを、2小節の中に無理やり入れました。いろんな組み合わせあると思うんですけど、その一例です。まず1つ目が、右手ダウンアップこう叩いてるとすると、ここに入るパターン、それとアップスロークの後の、バスドラ、それと、2個入る隙間に、それとスネア打って同じパターンなんですけど、スネアの入って2個入るパターン隙間に、あとダブルで、アップストロークと同時に入る、それと、ダウンストロークの後からダブルが始まるパターン、アップストロークと右足のダブルの2打目が一緒になります。それとですね、ダウンストロークと一緒にバスドラダブル入るパターン。作ったリズムパターンの中ではこういう風にやってます。で、最後がですね、アップストロークの後からダブルが入って、次の拍の頭に向かってのダブル、このパターンですね。もう全部8種類、これをですね、2小節に無理やり組み込んでみました。いろんなあの順番あると思うんですけど、僕が今回あの出すのはこのパターンです。いきますよ。そこに書いてるんで 見ながら叩きますけど、いきますよ。1,2,3 はい、こういうパターン。前半はですね、比較的バスドラ少なめにして、後半に一気に、詰め詰めにしてみました。これ均等に入れるパターンもいろいろ作れると思うんですけど、もうちょっとつなげてやってみますか。いきます。1,2,3 はい。
うですね。最初がダブル。で、次がアップスロークの後に1個入る。して、で、次がですね。これはだから200目と同じです。で、次、これが入ります。で、次がですね、ダブルで、このパターン。で、次が、ダウンストロークと一緒のダブル。で、最後、頭に戻るにかけて、これのダブル。まあ、1個ずつ今説明しましたけど、まあ、要はその最初に説明した8種類が全部入ってるんですよ。このパターンですね。ですので、これを練習すると、いろんな角度からの、バスドラの入り方が詰め込まれているので、一個ずつ練習するのもいいんですけど、なんて言うんでしょうね。まあ、こう言っちゃなんですけど、面倒くさがりの人には、まあ、気持ち的なものもあると思いますけど、これで一石八鳥ということになりますね。一石二鳥どころか一石八鳥の練習ができると。そういう、一応、そういう計算になっております。っていうか、本当に入ってるかな？どうでしょう？ 1,2,3,4 でしょ？で、入ってる、ドンとも入ってる、タトンとも、あ、全部入ってますね。全部入ってるんだけど、大丈夫ですね。1,2,3,4,5,6,7,8。入ってますね。はい。そういう感じでですね、作ってみたので、皆さんも、参考になさってみて、自分で作ってみると、あと、その、自分の苦手なパターン、このバスドラの入り方苦手なんだよな、みたいな。そういうのが、を何個かピックアップして、それでもリズムパターンの中にボンと入れちゃうんですよ。自分で。紙に書いて。そして練習する。そしたら、一石四鳥だったり、一石五鳥だったりするので、いいかなと思いますね。今関係ないんですけど、今話しながらあれ思い出しました。歯ブラシで、毛の幅がすごい広いやつがあって、なんだっけな、どっかのお店のポップかなんかで、上の歯と下の歯を同時に磨きたい方、めんどくさがりの方にどうぞみたいな、なんていうの、そういうポップ見たことあってね、それを今思い出しましたね。まあ、それとはまた違うんですけど、今回、紹介したやつ、ぜひ、やってみてください。ありがとうございました。